16時43分までお送りしてまいります。では今日のゲームのハイライトです。先発の池田、今日は山下とのコンビということになりました。立ち上がり2アウトランナー2塁1塁ピンチを迎えましたけれども、ここは森をレフトフライに打ち取りました。ライオンズ先発ウルフです。そのウルフの立ち上がりを攻めて満塁のチャンスを作って銀次、その銀次の時にライオンズバッテリーエラーが出ました。ワイルドピッチ、これで1点を先制します。この後3塁2塁で銀次タイムリー、セカンドランナーフィーラーも帰ってきました。これで3対0とします。この後チャンスで天田にもタイムリー、これで4対0。まだ終わりません。ランナーを2人置いて岡島の当たりはレフトスタンドへ、今シーズンの第1号スリーランホームランで7対0とします。そしてウルフですけれども、茂木の時ちょっとこの投球の後右手を気にしてマウンドを降りました。ちょっとウルフの状態が心配ですけれども、そのウルフから変わった小石、小石からタイムリーを放った茂木、これで初回8点を挙げたイーグルスでした。イーグルス追加点は4回です。天田に今シーズンの第1号ツーランホームラン、まあ、この前3回にペゲーロのタイムリーで1点を追加した、まあ、4回に天田のツーランホームラン、これで11対0とします。ライオンズ反撃は5回秋山に一発が出ました。昨日に続くホームラン、1試合連続ホームランで1点を返します。でこの後源田にヒットを許したんですけれども、続く浅村をサードゴロダブルプレー、そして山川もサードゴロに取りました。5回1失点でこのゲームは後半へと入っていきます。7回です。ライオンズは源田の犠牲フライで1点を返した4番の山川、この当たりがスリーランホームランになりました。この一発を浴びて池田はマウンドを降りました。イーグルスリードで最終回松井裕樹がマウンドに上がりました。1点は取られましたけれども、最後岡田をレッドフライに打ち取ってゲームセット12対6、イーグルスが勝利。2年目の池田貴秀プロ初勝利となりました。さて、その池田がヒーローインタビューを終えて今、場内一周しているところです。では梨田